んにちは、皆さん。今回はシリーズ4となります。皆さんにはこれから様々に事件が起きますから、それを見てもらいます。この動画は2022年のものです。バケツに注目してください。それでこの動画は2021年のものです。場所の参考のために動画を紹介しているだけですので、これは2021年の出来事です。このように水を貯める人がいます。場所はここ、東大阪市上小坂 3-12-17。新生ビル上小坂とこの隣の家の間はこのように荒れ放題。隣の世帯主の男は出入れをしない。このように先の尖った植物も放置しっぱなし、触れると怪我をする。大変迷惑な犯罪が発生しているので、皆さんにお伝えします。2021年7月10日の出来事。住人がここの処理をしたので少しきれいになりました。で、場所はちょっと変わるのですが、ちょっとそこから奥に入っています。で、この隙間にこういったゴミが放置されている。ここに毎年蚊が大量発生します。住人がここを伐採しました。なぜなら新生ビル上小坂にこのような植物が大量に越境してきていたからです。蚊の駆除のために切らざるを得なかったというわけです。そして7月11日、ここは鍵がかかっています。隣の住人が鍵をかけていて、ここを開けません。毎年このような状況が繰り返されます。毎年蚊によるバイオテロ被害を受けます。そしてこれは2022年、時間が経ちましたが、やはり草木が伸びっぱなしで、隣の男は出入れをしていません。そしてやはり蚊が夏になると大量発生。そして皆さんには続きを見てもらいます。住人がここを伐採しました。ずいぶんきれいになって、この隙間がどうなっているかもわかります。
しかしながらゴミは放置されたままでした。当然ここから蚊が発生します。水を溜めているとそこに蚊が卵を産み、ボウフラが発生します。ボウフラは蚊になります。伐採した木々、管理会社はこれを回収しません。管理会社があるのに管理会社は働きません。これは2022年のものです。やはりここにバケツがあり、このように汚くなっています。やはりここにボウフラが発生しているのです。この家の世帯主の男の言い分によると、植物に水まくなどという理由で水を溜めていると言っていますが、しかしながら実際はボウフラの巣です。この家の世帯主の男は世帯主でありながら適切に物件の管理を行いません。動画の上部をご覧ください。ボウフラだらけです。ですからこうしたところに貿易事務所などでもらえるアーススミラブを投与します。ご視聴ありがとうございます。これがここで起きている深刻な事件です。こうした問題を解決するために地元の警察署は事件を解決するために動きません。このように危険な状況、不潔な状況が続いていますし、この扉に至っては木製です。管理会社が第一住権に変わってから木製の扉を設置したようです。火つけたら燃えてしまうのになぜ木製なのだろう。隣の住人の男はなぜボウフラを培養し続けるのだろう。周辺住民はその度にパニックです。この動画は犯罪を解決することを目的に作成されました。犯罪解決のために皆さん応援してください。皆さんが高評価やチャンネル登録をしてくれたら、このチャンネルは皆さんに有益な情報を提供します。条件地区と第一住建は普段から管理業務をサボりまくりなので、こうした諸問題に対しても気がつきませんし、この隣の家に対してこうした迷惑行為をやめさせる働きかけもしません。なので、隣の住人は毎年とてもひどい蚊の被害を受けます。なので、この近隣に住む人たちは自分たちでこうした
隙間に溜まっているゴミ掃除をしないといけません。当然その費用はこの近隣に引っ越した場合、あなたが自分で負担することになります。こうしたことは、本当は傷害罪や迷惑防止条例違反だけど、地元の警察署の警察官などは法律がよくわからないので、取り締まりすることが何年もできません。当然ながら、このとてつもない迷惑行為が現在も野放しになっています。明らかにこれは犯罪なのです。そしてこの家の犯人の男は、この動画を作成している日付において逮捕されていません。この家に住んでいます。とてつもない凶悪犯人がまだ逮捕されていません。近隣の住人の皆様は十分気をつけてください。このような人物とはまともに話も通じません。それでは、ここまでご視聴していただきありがとうございました。そろそろお別れの時間です。それでは、また次の作品でお会いしましょう。皆様の暮らしと、そして皆様が安全に暮らせることをお祈りしてお別れします。ではまた会いましょう。